ウクライナ国際航空752便撃墜事件は2020年1月8日にイランのテヘラニエマームホメーニー国際空港発キーフボルイスピリーリ国際空港行きのウクライナ国際航空752便が離陸直後にイスラム革命防衛隊の地対空ミサイルにより誤って撃墜された航空事故である乗員乗客176人全員が死亡した 752便の撃墜事件は、ウクライナ国際航空で、初めて乗員乗客が死亡した出来事である。イランのハサンド・ハーニー大統領は、この事件を、許されない間違いと言った。当初、イラン当局は、撃墜について否定し、事故原因は、機械的な故障であるとしていた。ウクライナ当局も当初は、機械的な故障が原因と見ていたが、 イランの発表を受けて撃墜が原因であると発表した。調査によれば752便はイスラム革命防衛隊のトア M11 対空ミサイルによって撃墜された。事件から3日後の1月11日にイランは2発の死対空ミサイルによって752便を撃墜したと認めた。この事件はペルシャ湾危機の最中に発生した。 アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領がイランで発生したアメリカ大使館襲撃事件を受けてバクダード空港への攻撃を指示しこれによりイスラム革命防衛隊のガーセム・ソレーマーニー少将を爆殺したイランは報復としてザイラク米軍基地を攻撃しており撃墜事件はこの数時間後に発生した連邦航空局は事件の前にアメリカ籍の旅客機は イラン空域を避けるよう指示しており、同様の命令はウクライナを含む各国によっても行われていた。専門家は報復攻撃後に空港を閉鎖しなかった、イラン側の対応に疑問を呈している。イスラム革命防衛隊のアミール・アリ・ハジザでは空域を閉鎖するよう要求したが拒否されたと述べた。ニューヨーク・タイムズは、 イラン当局が空港を閉鎖するとパニックが起こることを危惧して閉鎖しなかったようだと報道した。また、イラン当局が旅客機の存在によりアメリカ側に攻撃を躊躇させられると考え、無防備な旅客機と旅行客を人間の盾にしたようだと報じた。撃墜とその後の対応から、イラン国内では大規模な抗議デモが発生し、最高指導者、アリー・ハーメネイの辞任を要求した。 2019年10月に撮影された墜落機墜落機のボーイング737から800型機は2016年7月にウクライナ国際航空へ納入された機体で実験時点での起動しは約3年であった。加えてこの機体は同社が初めて導入したボーイング7 3 7ネクストジェネレーションだった。またこの機体は 事件2日前の2020年1月6日に定期メンテナンスを受けたばかりであった。回収された752便の乗員乗客の遺体752便には乗員9人、乗客167人が登場していた。内訳はイラン人が82人、カナダ人が63人、ウクライナ人が11人、スウェーデン人が10人、アフガニスタン人が7人、イギリス人が3人であった。 また、146人がイランのパスポートを使用しており、その他、10人がアフガニスタン、5人がカナダ、4人がスウェーデン、2人がウクライナのパスポートを使用していた。乗客167人のうち138人がウクライナを経由してカナダへ向かう旅行客だった。また、カナダ人の多くはカナダの大学に在籍する生徒と職員だった。 この事件はエアインディア182便爆破事件に次いで航空事故事件によるカナダ国民の死亡者数が多いものとなった。2020年1月15日、カナダの運輸大臣は57人のカナダ国民が死亡したと発表した。墜落機にはパイロット3名と6名の客室乗務員が乗務していた。機長はバロデマーがポネンコで ボーイング737では11,600時間の経験があり、うち5,500時間を基調として飛行していた。副操縦士は、サー方面コで、ボーイング737では7,600時間の飛行経験があった。指導教官は、アレクシーの無ンで、ボーイング737では12,000時間の経験があり、うち6,600時間を基調として飛行していた。 墜落地点お,およその墜落地点撃墜事件が発生したのはアメリカ軍のガーセム・ソレーマーニー爆殺に対してイランがアメリカ軍基地を攻撃した4時間後のことだった。イランは最大の警戒態勢にあり、イスラム革命防衛隊航空宇宙軍のアミールあり、ハジザでは戦争に向けて本格的に備えていると発言していた。 752便の墜落現場752便を運航していたのは、ウクライナのフラッグキャリアであり、同国最大の航空会社である、ウクライナ国際航空だった。同期は、イランの首都であるテヘランのエマーム、ホメーニー国際空港から、ウクライナの首都であるキエフのボルイスピーリ国際空港へ向かう、国際定期旅客便だった。当局は9人の乗員と15人の子供を含む、 176人が搭乗していたと報告した。752便は現地時間5時15分にテヘランを離陸する予定だったが、事件当日は遅延していた。最終的に752便は6時18分に滑走路 29R から離陸し、キエフ到着はいいと8時を予定していた。 ADSB に記録された最後のデータは6時14分57秒に752便から送信されたのものだった。6時14分17秒から6時14分45秒の間に752便は予定された方位の289度から313度に逸脱した。最後に記録されたデータによれば752便は7925フィートを 毎分3000フィート弱の上昇率で上昇しており、速度は275ノットだった。その後、752便はパランドの開けた土地に墜落した。ニューヨークタイムズの映像の解析から752便にイスラム革命防衛隊の発射した2発のミサイルが命中し、炎上しながら墜落したことが判明した。ウクライナの調査官はコックピット付近でミサイルが炸裂し、 パイロットが即死したと推定している。752便の離陸から墜落の約1分ほど前までの詳細な飛行経路は不明であり、最後の数秒は映像に記録されていた。機体は空港の北西1 5トルにある公園と野原に墜落した。墜落の直後、現場に22台の救急車、4台の医療バス、ヘリコプターなどが急行したが、 激しい火災により救助活動は妨げられた。残骸は広範囲に散乱しており、生存者はいなかった。機体は墜落の衝撃により完全に破壊されていた。イラン民間航空機関は事故現場に調査チームを派遣した。同日、ウクライナ政府は専門家をテヘランへ派遣し、調査を援助すると発表した。また、ボロディミル・ゼレンスキー大統領は検察当局に 犯罪捜査を開始するよう求めた。政府は、政府交換、調査官、ウクライナ国際航空の代表者など、計53人をイランに派遣した。ボルイスピリ国際空港で、政府交換、調査官、ウクライナ国際航空の代表者などを乗せて、イランへ向かう準備を行うウクライナ空軍のいるマイナス76シカゴ条約の第13付属書に基づき、 航空機の製造国であるアメリカの国家運輸安全委員会が調査に参加した。また、エンジンを製造した CFM インターナショナルがアメリカとフランスの合弁会社だったため、フランス航空事故調査局が参加し、ウクライナのインフラ省も加わった。イランによれば、アメリカ、フランス、ウクライナの当局も事故調査に関与する。カオの代表者は、事故機から、 遭難信号が送信されていなかったことを明らかにした。また、フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーを回収したと発表した。報道によれば、カオは、ボーイングやアメリカ当局に、FDR と CVR を送らない姿勢を見せている。1月9日、イランの調査官は、ブラックボックスが損傷を受け、データの一部が失われた可能性があると述べた。 元アメリカ運輸省の調査官のメアリー・シャイボは、遭難信号が、乗員や機体から送信されていないと話した。1月9日、カナダ交通安全委員会と、スウェーデン航空事故調査局の調査官が正式に、調査に参加した。また、NTSB、ボーイング、ウクライナ政府も、事故調査に加わった。イランに対するアメリカが衆国の経済制裁のため、 アメリカ合衆国財務省とアメリカ合衆国国務省の職員はイランへ渡航するため特別な許可が必要になると考えられている。1月9日残骸の撤去にブルドーザーが使用されたとメディアが報道した。一部の専門家は徹底的な調査が行われる前に現場から残骸を撤去することなどに対して証拠が改ざんされる恐れがあると述べた。これに対して イラン側は証拠の改ざんを否定した。1月10日、イランはウクライナの調査官が現場に立ち入ることとブラックボックスを調査することを許可した。1月14日、TSB の責任者であるキャサリン・フォックスは TSB がブラックボックスの解析に加わることが許可されるようだと述べた。1月23日、TSB はイランから正式に解析の支援を 求められたと発表した。2020年2月3日、イランはウクライナで752便の墜落に関する情報がテレビで漏えいしたことを受けて、ウクライナとの調査協力を中断した。2月15日、イランはウクライナの調査協力を再開した。2020年6月26日、フランス航空事故調査局は、ブラックボックスを解析すると発表した。 イランから要請を受け、コックピットの音声データなどの修復及びダウンロードは7月20日から開始するとした。2020年7月11日、イラン民間航空連盟は、ウクライナ機の墜落に関する報告書を発表。墜落の原因がミサイルの誤射であり、防空部隊のレーダーシステムの調整ミスよるものだったことを明らかにした。2020年8月23日、 依頼航空当局は、ブラックボックスの解析結果を含む調査結果を発表した。25秒間隔で2発のミサイルが発射されており、最初のミサイル着弾による爆発から19秒間、操縦室で会話が交わされていたが、その後、通信システムが途絶えたと AP 通信が伝えている。旅客機に規則違反はなかった。イラン側は、乗客のいた、 アメリカやイギリスなどの当局者が解析に同席したとして調査結果を利用しないように警告した。752便の残骸受験直後の1月8日、イランの国営メディアは752便は6時22分に墜落し生存者はいないと報じた。イランの道路交通省の広報担当者はエンジン1機で火災が発生し、それによりパイロットが 機体の制御を失ったと述べた。また、その他のイランのメディアも、752便は、機械的故障により墜落したと報じた。在イランウクライナ大使館は、声明を出し、この中で、事故調査委員会が出す結論より、前の事故の原因に関する記述は公式ではないとする、声明を出した。ウクライナ国際航空は、テヘライ空港は、単純な空港ではないと述べ、 そのためパイロットは十分な訓練を受けており、パイロットエラーが事故原因とは考えにくいと発表した。ウクライナ政府も当初は機械的故障が原因と見ていた。しかしその後、声明を撤回し、ミサイルが原因である可能性も否めないと述べた。ゼレンスキー大統領は墜落原因に関して、いかなる憶測もすべきではないと発言した。1月9日、 アメリカの諜報機関や防衛当局が偵察衛星のデータから752便はイランの旧 k 3 3 0ミサイルによって撃墜された可能性があると発表した。ウクライナ当局は撃墜は一つの可能性として考えられるとしたが、イラン当局は否定し、ミサイルによる撃墜はアメリカによる心理戦だと述べた。イギリス国防省はアメリカの意見に同意した。 カナダのジャスティン・トルドー首相は複数の情報や証拠は752便がイランのミサイルによって撃墜されたことを示唆していると述べた。当初、イスラム革命防衛隊はアメリカの嘘 CIA と国防総省の間違ったシナリオボーイング株が急落することを防ぐための作戦などと発言し撃墜説を否定していたが1月11日に752便を 敵対勢力と誤認して撃墜したことを認めた。イランで運用されている QK330 のものと思われる死体空ミサイルの部品が事件後に散乱していたことが決定的な証拠とみなされた。事故当日752便は当初の重量が最大離陸重量を超過していたため貨物を下ろしており離陸が1時間近く遅れていた。ルジックは声明で 752便が、機密の軍事施設に向かっているようだったため、敵対的な目標であると誤認し、撃墜したと述べた。これに対して、イランの民間航空局は752便は、予定された正しい飛行経路を飛んでおり、経路を逸脱などしていなかったと反論した。ADSB 飛行追跡データなども752便が、適切な経路を飛行していたことを示していた。 イスラム革命防衛隊のアミールアリ・ハジザでは、ビット・カネフのミサイルオペレーターが752便をアメリカ軍の巡航ミサイルと誤認し、独断でミサイルを発射したようだと述べた。またハジザでは、752便は順調な飛行をしており、何も間違いをしていなかったと発言した。西側諸国の専門家は、以前、752便が、 シャヒドモーダレスミサイル基地等の軍事施設付近を飛行していたことを指摘した。1月9日、リッチキッズ・オブ・テヘランがインスタグラム上に752便が炎を上げながら墜落する様子を映した映像を投稿した。この映像は機械的故障が原因であるとイランが主張している最中に公開された。イランの国営メディアは動画の信憑性については述べなかったが、 墜落前に機体が燃えていたと報道した。また、イランの交通都市省の代表者は、撃墜について否定し、エンジン1機で火災が発生し、パイロットがコントロールを失ったようだと述べた。同日、ベリングキャットは、機体が空中で爆発する様子を捉えた映像を公開した。ニューヨークタイムズはこの動画の信憑性を確認した。ベリングキャットのチームがこの動画について分析した。 また、ベリングキャットは、出所不明の写真を解析し、ミサイルの弾頭部を示した画像は見つかっていないと、述べた。ミサイル先端の画像は出回っているが、ミサイルの弾頭は、中央部に位置し先端にあるわけではない。作動した場合中央部付近は試算するため、弾頭が正常に作動したゆえに弾頭部が、見つかっていないものと思われる。USA Today は、IHS。 マーク・イットが映像を分析し、信頼できるものと判断したと述べた。アプスグループは、撃墜を否定する明確な証拠が出ない限り、752便の墜落は、マレーシア航空17便と同様の撃墜事件で、あるという過程を指示すると述べた。イスラム革命防衛隊は声明の中で、ウクライナ機を撃墜するに至った原因を、以下の通り述べた。一方、 航空機追跡、表示サイトのフライトレーター24は、事件発生直前に、エマームホメーニー国際空港を離陸した、フライト及び、過去3ヶ月の752便の飛行経路と、事件当日の752便の飛行経路を、比較した画像を掲載し、事件当日の752便が異常な飛行経路を、辿っていたわけではないことを示した。1月11日の声明で、 イラン革命防衛隊の航空宇宙部隊司令官であるアミール・アリ・ハジザではすべての責任を負い、下されるどんな決定にも従うと責任の所在を認めた。イラン司法当局は撃墜をめぐって数人を逮捕したことを明らかにした。ハサン・ド・ハーニー大統領は首都テヘランで演説し、世界が我々を注視している。責任や失態があった人々は、 いかなるレベルでも裁きを受けることが重要だと述べ、関係者を処罰する必要性を強調した。ウクライナ国際航空は声明を発表し、遺族に深い哀悼の意を表し、支援するために可能な限りのことを行うとし、合わせて追って通知があるまでテヘランへのフライトを停止すると発表した。テヘランでの抗議でもイスラム革命防衛隊がウクライナ機撃墜を認めたことを受け、 テヘランでイラン政府とイスラム革命防衛隊に対する抗議デモが発生し約1000人が参加した。墜落は事故との虚偽説明を一転させた当局に対し怒りの声が広がった。ありがとうございます。